麻生夏子ニューアルバムプレシャスストーン発売記念ミニライブ。麻生夏子ニューアルバム発売記念ミニライブが池袋サンシャインシティで開催されました。たくさんのファンが集まって会場は大盛り上がり。それでは、早速麻生さんを呼びしたいと思います。準備は大丈夫かしら。麻生さんです。心の準備は皆さん大丈夫ですか。盛大な拍手でお迎えください。それでは麻生さんです、どうぞ。撮影 OK なんすか。 OK っていうか、撮っちゃダメよっていう、撮らないでねっていうつもりで言おうと思って、はい、でも、まあ、全然いいんですけど、はい、可愛く撮れたのだけネットに載せてくださいね。そのやっぱり、はい、違う違う、人間だから瞬きってものはするじゃないですか、はい、でもそういうその変な瞬間をね撮られちゃって、こうすっごい白目の画像とか上がったら結構ショックなんで、はい、はい、そこは可愛いのをぜひ。はい、じゃ あのずっと撮ってるとちょっと先進まないので、あの僕がやめてくださいって言ったらやめてください。ああ、まあでも、はい、ご自由に、あの、はい、楽しんでいただくことがね、そうですね、はい、まあでもせっかくなので撮ることに集中して見ることを忘れてしまったらなので、それがもったいないので、生の、はい、ライブ感楽しんでほしいな、楽しんでいきたいなと思います。はい、いやもうすごいですね。1階席、2階席、3階席、4階席、すごい集まってもらってます。こんな広いところで発売記念イベントするのは初めてです。すごいですね、こんなに来ていただいて、すごいですね、本当ね。多分、はい、私のことをご存じない方もたくさんいらっしゃると思うので、自己紹介をさせていただきたいと思います。はい、あだ名はなっちゃんと言いまして、はい、麻生夏子と申します。今日はですね、名前だけでも覚えて帰ってくださいね。麻生夏子です。そしてですね、あの普段は、アニメソングを、歌っております。あとはですね、朝の情報番組、日テレ系のですね ZIP という番組、皆さんご存知ですか ZIP、 はい、そちらのですね火曜日と木曜出させていただいてまして、究極クエスチョンキキューというコーナーを担当されます。分かる方いらっしゃいますかね、うん、それは今度な、はい、今度やるんですか。今度ね、はい、今度誰もいないところでやります、はい、なので、はい、今日はそのねテレビでの私をしか知らない方とかも多分いらっしゃると思うので、最後までね楽しんで来ていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。すごい、はい、うん、すごいですね。はい、はい、じゃあせっかくなので、はい、この、まあ、今回は、セカンドアルバムのプレシャス・トーン、はいはい、の発売記念イベントということなので、はい、そのことについて、はい、ちょっと、お話伺えればいいかなと。もちろんです。思ってます。はい、はい、今日今回表題曲、はい、緊張しますか。ちょっと緊張します。大丈夫ですか。ちょっとだけすいません。最後まで、いやこれさっきね、まあ、どういう話するかっていうの打ち合わせするじゃないですか、はい、そしたらいや僕ほんま結構違うこと喋るかもしれないですってドヤ顔で言ってたんですよ。まあまあそういうこともね、緊張しちゃってね、緊張しちゃいますね、まあ、こんだけ人がいたらね緊張します。じゃあちょっと表題曲のところから、はい、はい、お話伺えればと思いますが、はい、まあ、表題曲、はい、今回プレシャストーンという曲なんですけれども、ね、まあ、表題曲今回のテーマなんですけれども、直訳するとプレシャストーンはですね、大切な音色っていう意味がありまして、はい、あともう一つの意味がかかってて、宝石っていうのがプレシャスストーンっていう、単語があるんですけど、はい、その2つの意味をかけて大切な音色イコール宝石っていうか、私にとっての宝石がプレシャストーンなんだよっていう、そういう意味を込めて、はい、はい、今回のタイトルをつけまして、その表題曲プレシャストーンもなんかこうキラキラした楽曲に仕上がりまして、はい、ストリングスなんかも入れていただいて、そうですね、あとストリングス弦ですね、弦体がだと12人、そうなんです。普通だともっと、まあ一人入れるのでも結構大変だったりするので、それが12人もいるというところ、なのに12人って本当に豪華で、はい、なんか音もすごく厚みのあるものになって、はい、はい、
まあ多分この後表題曲なんで歌うと思います。はい、はい、あとジャケットなんかもすごく、はい、物語があると。物語があります。今日着てるのはですね、プレジャーソーの通常版のアルバムのジャケットです。本物です、これ。自分に対してじゃない、僕に対してじゃない、すいません。やっぱり持ってますね。いや、持ってます。いや、さすがです。ありがとうございます、なっちゃんです。はい、そうなんです。はい、まあテーマが、今回のプレシャスソーン全体のテーマがカラフルということで、そうですね、まあカラフルそのもの、これスタイリストさんに作っていただいたんですけれども、うん、あともう一個、初回限定版の方はですね、真っ白の衣装を着てまして、森があるナチコということで、はい、なんで白か、カラフルなのに白かっていうと、はい、白ってこう何にでも染まるから、そういう意味でのカラフルかなと思って白にさせていただきました。はい、真っ白がゆえにカラフルと。そうなんです、ね、何色でも染まるよっていう言ったったみたいな感じの顔してますけど、ドヤ顔でしたね、今ね。失礼しました、はい、ごめんなさい。それで、そこから派生してっていうわけじゃないんですけど、はい、PV の方もストーリーがしっかりあって、はい、PV を見ていただいたっていう方ってどれぐらい。ありがとうございます。YouTube とか、アップされてますので、ぜひご覧いただいて。はい、そうだ、今日この後、はい、あれですね、アザージャケットのお渡し会がありますけど、 そうですね、その時に初回限定版ってあるんですか。あ、持ってきてます。あ、はい、初回限定版にはミュージックリップが、そのシングル曲4曲プラス1曲入ってる、プレシャスソーン入ってるのと、はい、あと8月6日にあったワンマンライブの、そうですね、ワンマンのやつも様子も入ってますね。ライブクリップも入ってますんで、はい、ぶっちゃけ通常版この衣装なんですけど、はい、多分初回限定版買った方がお得です、はい、そうですね、はい、あるうちに、はい、初回限定版限定版なんで、あるうちにですね、はい、そちらお買い求めいただいて、で、今回、はい、アザージャケットがつくんですよね。そうです、あ、物を持ってきます、用意しとけてます。本当ですか。ちょっと待って、これその間私がつなげってことですよね。あ、イエーイ、あ、ありがとうございます。あ、ごめんなさい、いただいちゃいました。まあ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 、じゃあ2人で持ちましょう。そうですね。あ、そうか、今日は10月27日、ね、おめでとうございます。あまり日本では、はい、まあ、まあ最近結構浸透しつつありますけど、はい、トリックアトリートということで、ハロウィンがね、はい、ちょっと見えづらいかもしれませんが、はい、妖怪の方とかすごい見づらいと思います、まあ、こんな感じです、はいはい、ハロウィン夏子ということで、はい、ハロウィン夏子で、はいはい、アザジャケット、これあれですよね、海外の仏滅ってことですよね。え、仏滅ってことですよね。そうですね、仏さんがいない時ですよね、はいはい、まあ、ちなみに私はなる、ハロウィンは一回もこうやったことがないっていう。あ、そうなんですか。そうなんです。初ハロウィン、はい、あ、いや、あ、ん、初ハロウィンっぽいことをしました。ハロウィンっぽいことですね、はい、なんでぜひぜひこちらがよろしくお願いします。はい、ありますんでよろしくお願いします、はい、っていう感じですね。はい、うん、まあ、お菓子のガリエこれをあげます。お菓子、はい、お菓子あげないけどアザージャケットあげれます。アザージャケットあげます。ありがとうございます。はい、なっちゃんが欲しい。何言ってんだこら。はい、ウェイじゃないでしょおかしいでしょはい、あと、はい、なんかおもむろにこれが置いてあるんですけど、これは、え、これ突っ込んじゃいます。これは8月6日の、ライブの時のグッズなんですけど、あ、持ってる方何かいらっしゃいますか。持ってる方もいっぱいいますね。ありがとうございます。私のテーマカラーがオレンジなんですけど、あ、そうですね、オレンジとまたそのちょっと近い黄色とかをこうふんだんに使ったデザインになっておりまして、はい、まあ、今日ライブで結構ガッツリ歌わせていただくんで汗かくかなと思って。そうですね、一応持ってきました。はい、はい、この後ライブもありますので、お楽しみにというところですね。はい、なんかせっかくなんでもうちょいなんか喋ろうかなと思うんですけど、ね、あ、そうですか。なんか今日はですね、はい、今日木曜なんで、はい、朝 ZIP やってきました。お、ご覧いただいた方、見た方いらっしゃいますか。今日朝、朝 ZIP 見たよ、見たよ。あ、めっちゃなんか、めっちゃなんかアピールしてくれました。あ、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そうなんです、今日はですね、はい、嬉しいですね。はい、事務所の先輩の北川景子さんにですね、究極クエスチョン、名前は聞いたことある今、はい、女性がなりたい顔ランキング1位の、 あ、 そういう、あの北川景子さんですよ。本当ですか。すいません、ちょっとアニメしか見ないんで確かにアニメ楽しいですよ。結構リアルに、はい、結構リアルにそれぐらいばっか見てます。ちなみに今期は何が面白いんですか。今期はフェイトゼロが面白いです。フェイトですすいません、自分ちの言わないところがどうなんだっていう、ね、フェイトゼロはランティスじゃないですね。ランティスじゃないですね、全然、はい、あとうち
あとなんだろう、あでもイカちゃんは安定して面白いですね。見てるでゲソみんな。ゲソはい、ゲソイカちゃんですか、安定のイカちゃんですか。あでもあとホライゾンも面白い。あ境界線上のホライゾンですね、うん、あイカちゃんもいますね、ありがとうございます。ありがとうでゲソ、はい、まあね、楽しい作品が今回はいっぱいあるんで、はい、すごく、はい、いいですね。なんかアルバムの話しようと思ったら全く関係ない話しちゃいましたけども、はい、すいません。私を知らない方もなんかちょうど、ね、これで私がなんとなくどんな方なのか、あどんな方ってどんな人なのか伝わりますかね。伝わりましたか。伝わってると思います。北川景子さんの、はい、お弟子さんじゃなくて私が後輩とかそういうんじゃないです。そうですね、はい、あれですよね、後輩の方。あそうです、っていう、そうですね。じゃああとプロフィール的なこと言うと、う、ね、今21歳で同い年多いな。そう、今日ね学生が多いんですよ。そうです、ね、見たところちらほら。そうですね、皆さんちゃんと学校行ってきました。お、ありがとうございます、ありがとうございます。偉いですね、はい、そうなんです。で、うん、今大学3年生で、はい、大学生、はい。で好きな食べ物は、あそういうところ、あそうですね、担々麺です。担々麺、辛いものが大好きです。ああ、そうなんでこのプレシャストーンを、はい、のアルバム撮るときも私レコーディング前結構食べないと歌えない人なんですけど、うん、まあ、担々麺食べたりだとか、まあ、エビチリ食べたりだとか、麻婆豆腐食べたりだとか。レコーディング前に辛いもん食うってすごいですよね。あの多分 人によるんですけど、私辛いもん食べても歌えるので。すごいですよね。あの中華料理って油がこういっぱい使われてるじゃないですか。なんかね喉が潤う感じがしていいんですよ。あそうですか。はい、あ、なので皆さんもしカラオケ行く前今日が勝負だみたいにやったらぜひね中華を食べてほしいなと思います。すごいですね、はい、わかりました。じゃあまあ、そろそろ、はい、歌パートに行きたいなとは思うんですが、はい、まあ先ほどもちょっと言いましたけど、ちょっと皆さんすでにテンションがマックス振り切ってる感じになっているので、まあね、びっくりする方もいっぱいいるので、ちょっとまあ抑えめにというわけではないですが、まあご迷惑かからないように楽しんでいただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。じゃああとはあとさんにお任せしたいと思いますので、はい、なんか大丈夫でした。大丈夫です。じゃあはい、はい、そんな感じで、はい、そんな感じで、はい、じゃあ薄ありがとうございました。薄に大きな拍手、失礼します。さて早速ですが歌いたいと思います。